皆さんにご紹介するのは、この世で最も偉大な科学者の一人です。彼ほどその名前にちなんで、数多くの場所が名付けられた人は他にいません。トーマス・ジェファーソン大統領が彼を最も偉大な科学者だと称したほど、また南米の革命家、シモン・ボリバルは彼を南米の真の発見者と呼んだそうです。生誕100周年にあたる日には、ニューヨーク・タイムズ紙、第1面の記事すべてが彼についての記事だったのです。この科学者とは誰で、一体どんな偉業を成し遂げたのでしょうか。 その名は、アレクサンダー・フォン・フンボルト。聞いたことがないでしょう歴史の中で忘れ去られてしまったのです。成し遂げたことについてお話しします。アレクサンダー・フォン・フンボルトは、地質学者として実地調査をはじめ、遺産を受け継ぎ、自由に旅ができるようになり、驚くべき5年をかけた科学的調査に乗り出したのです。南米からメキシコ・キューバを旅しました。1799年から1804年までの間、フォン・フンボルトは、植物学者のエメ・モンブランとともに、ベネズエラのジャングルを移動し、 ペルーの山々を探索し、インカ帝国の遺跡の詳細な絵を描き、メキシコとキューバを横断しました。ベネズエラではオリノコ川に沿って探検しました。この2 7 0 0トル以上に及ぶ旅は、病気や危険を伴うものでしたが、素晴らしい発見もありました。例えば、ボンフンボルトが目撃したことにより、毒薬に用いられるクラーレの製法が明らかになりました。また彼は、マラリアの特効薬となるキニーネを樹皮に含む、キナノキの重要性を認めました。 ペルー沿岸の降水量の少なさを調査した際に発見した海流は、後にフンボルト海流と名付けられました。多くの動物や植物も発見し、その生態を明らかにしています。電気ウナギもその一つ。エクアドルの最高峰火山の一つ、チンボラソに登り、気圧を測定しました。このような高地の気圧を測定したのは、彼が初めてでした。すべての旅を合計すると、約3万9000キロメートル近く、地球の円周とほぼ同じくらいの距離になります。 彼はどこへ行っても地形や気温、気圧、磁場の強さを測定して回りました。等しい気温の場所を線でつなぐことで、統治線地図を作成したのです。彼はこの線を東温線と呼びました。フンボルトがこの地図を発明したことで、科学者はその地に生息する生物のタイプやパターンに注目し始めたのです。彼は科学的データのビジュアルプレゼンテーションにおけるパイオニアとなったのです。この発見と測定方法により、 彼はとても偉大な科学者となりました。それまで新しい動植物を発見した科学者は、生物とそれが生存する場所、つまり生息地とを結びつけて説明することをしませんでした。彼らは生物の多様性に環境が果たす役割を理解していなかったのです。フンボルトは生物と環境の関係の重要性を発見し、よく理解していました。これが彼が生物地理学の祖と言われるゆえんです。 また彼は自然はすべて相互に関係しているとする自然の調和という理論を展開しました。この認識は生息地の保存や保護において極めて重要な役割を果たしています。この理論を説いた著書コスモスは今日も読むことができます。フォン・フンボルトは成功した科学者であるだけでなく、世界にもう一つ大きな貢献をしました。彼は若い科学者の良き指導者であり教師でした。これは最近明らかになったことなのですが、文通友達であったチャールズ・ダーウィンの研究にも大きな影響を与えていたのです。 若い頃のダーウィンは、フンボルトの著書を読み漁り、著書、ビーグル号公開記に、ここ最近はフンボルトばかり読み、私が救命しようとすることに光を照らしてくれる太陽のようだと記しています。今日彼は科学者の小さなコミュニティで知られ、また思い出されるだけで、私たちの多くは彼を忘れてしまっています。しかし、アレクサンダー・フォン・フンボルトの与えた影響は明白であり、すべての科学の礎となっています。彼は忘れ去られた最も偉大な科学者かもしれません。 しかし皆さんが彼を覚えていれば彼が与えた影響も祝福されるでしょう。この動画で世界的に有名な科学者マリー・キュリーの「革新的な業績」について学びましょう。あるいはこの動画でアインシュタインの「画期的な年」について学びましょう。<music>